巻き込む仕組みをどれだけ作ったのか、いくつか挙げていただきたいですとご質問いただきました。一つはですね、もうこれ本当しん、あ、巻き込むっていうのはこれどういう意味だろうな。いくつか段階はあるんですけど、まずお客様として来ていただくっていうところで言うと、クラウドファンディングを使ったのが、というのが一番大きいですね、入り口の部分で言うと。やっぱりこれ、例えば企業協賛って話もあったんですけど、なんかこうドカッとこうある企業がお金を出してくれればやれなくはなかったんですけど、そうじゃなくて、やっぱり多くの人にシェアしてほしかったんで、クラウドファンディングっていうことをやったと。で、そのクラウドファンディングで支援してくださった方がまずお客様で来てくださるっていうことで、非常になんかもうその時点ですごくこうあったかい気持ちで参加してくださるので、まずこうマインドセットがすごくできている、こういったことに共感している方が多いんで、空気がだからものすごくこうそういうのが当たり前の空気になっているレストランの中で。なので、もう何ていうか、先ほどのねムービーにもありましたけれども、間違えても、あ、いいですよみたいなことが気軽に言える雰囲気ができていた。なんかその空気作りがやっぱりね大事なので、先ほどの巨大なミルもそうですし、こう支えなきゃ成立しないぞみたいなこともそうですし、あと相席を多くしましたね。やっぱりその同じグループで来ちゃうと、そのここで終わっちゃうんで、会話が。そうで相す席にすね。ると、ここも初めましてですし、認知症の方とももちろん初めましてなので、みんなが初めまして状態で、そうするとコミュニケーションが進むっていう効果があったので、相席とか、まあとにかくぐっちゃぐちゃにしてましたね。お客さん同士もコミュニケーションが図れるようにしていたということなんですね。わかりました。ありがとうございます。続いて、あさみさんが認知症に取り組み始めたきっかけをお聞きしたいとご質問いただきましもうた。これはですね、先ほど言ったように和田幸雄さんのところに取材に行ったっていうことにつきますね。で、僕本当に認知症の専門家では全くないので、認知症に興味があるかって言ったら別にそんなにない人だと思うんですけど、もうど素人なんで、で、それまで和田さんのとこ行くとこまでは本当認知症の二の字も知らずに行っていて、認知症っていうと本当に物忘れがひどくて、徘徊をしてしまって、妄想とか暴言があるんじゃないかっていうぐらいの浅い知識で言ってるんですよ。そしたらなんかそこで見た世界が全然違ったんで、衝撃受けちそうゃでっすね。て、想像と違ったんうおーっですつっね。て、こんなに素敵な風景があるんだ、もちろん大変な面ももちろんある、なんだけど一方でこういう風景もあるんだってことを知ったことが、やっぱこれに関わる全てじゃないかなというふうに思いますけどね。ありがとうございます。続いて、ゆういちさんがレストランに携われた認知症を交わられたそのスタッフの方々は、レストランに参加した後、家庭での変化など声がありましたら教えていただきたいですといただきました。そうですね、なんかいろいろあるんですけど、まあ簡単にね、別にそれで認知症が改善するってことは全くないですよね。そんなものではないので、やっぱり日常と非日常っていうことで言うと、レストランはあくまでも本当非日常空間で、たった1時間半のことなので、そこで認知症に触れてお客様もハッピー、働いてる本人もハッピーってことなんですけど、やっぱ家に帰ればですね、とか施設に帰ればまた日常が待っているわけで、そこではそんなに簡単にいろんなことは起きないですよね。ただ働いたとか、ものすごく楽しかったっていう感情はすごく残りますし、働いてる中でも、あ、こんなことできるんだって発見が福祉のサポートの方にもあって、例えば黙っててもお掃除する方とかいるんですよ。もうお店の店内のお掃除とか、自分から自やっ分かてらくもうれ全て然る。普通にやるっていう方もいますし、だから何て言うんだろうな、こっちが思い込んでることがガラガラっと崩れて、あ、この方ってこんなにできるんだとか、こんな能力があるんだとか、そういったことの発見みたいなことがある。そうすると日常のケアもちょっと変わってくる、その人に対する見方も変わってくるみたいなことはやっぱりあるので、それは介護を普段されてるご家族の方もそういうことはおっしゃってましたね。そうですね。その本人だけじゃなくて、周りの方もそう周りのいう。方の意識が変わることの方が結構大きいのかもしれないでなするほね。ど、わかりました。たくさんの質問ありがとうございました。それでは最後に発想を体感するというコーナーに入っていきたいと思います。簡単なワークショップになっていますので、たくさんのコメントお待ちしております。まず最初に先生から質問があるんですよね。そうですね。このワークショップ、非常にこの、
仮想空間というかデジタルの空間でやるのも非常に難しいんですけど、まあ、ちょっと今日やってみましょうということで、はい、お願いします。せっかくね忘年会のシーズンなのにこういうのを一生懸命見てくれてるのでぜひ一緒にお話いろいろできたらいいなと思うんですけど、質問は、日常生活での不満とか不安あるいはモヤモヤってありますかっていうことなんですね、うん、はい、でこれを皆さんにちょっと聞いてみたい、ワークショップのスタートとして聞いてみたいなと思うんですけど、どんな些細なことでも結構です。日常暮らしてる中でなんだろうなこれとか嫌だなとか、うん、なんかモヤモヤすんなっていうことをちょっと教えていただきたいなって思うんですけど、はい、皆さんに先生から質問があります。日常生活での不安や不満モヤモヤってありますかということで、皆さんコメント欄から投稿してみてください。何でもいいですよね。はい、何でも大丈夫、うん、ということなのでたくさんのコメントお待ちしております。うんうんうん、私はですね、はい、満員電車がちょっといやイライラというか混んでるってちょっとネガティブな気持ちになってしまうんですね。あ、何分ぐらい乗ってるんですか。私ちょっと家が遠くてですね、うん、学校に行くのも1時間半ぐらいかかるんですよ。長いですね。はい、なので座れないかつちょっと満員電車っていうことに。ああ、もうぎゅうぎゅうだしね。はい、ちょっとそう思ってしまうんですが、それ日常のなんとなく嫌だみたいな、はい、あ、満員電車来ましたよ。あ、原さんが、うん、すごいじゃないですか。ここまで便利になった社会でいまだに満員電車に乗ってまで会社に行く必要性と。ああ、お客さんが減ってきていてやばい、これ確か深刻ですね。皆さんの続々と来ているので見ていきたいと思います。うん、満員電車。土田さんは営業職ですがお客さんが減ってきていてやばいとコメントいただきました。モヤモヤしますよね。うん、あ、また満員電車。はい、皆さん満員電車はちょっとあるあるなんですかね。うん、そうですね。お、スーパーのレジが長蛇。はい、みどりさん、スーパーのレジが長蛇の列。あ、確かにね、早く買って帰りたいっていうのはありますよね。わかるな、なんか。そうですね。なるほどね。うん、他なんか皆さんありますかね。何でもいいんですけどね。はい、ではちょっと先生からヒントがあるので見ていきたいと思います。例えば、はい、まあ、どんなことでも本当にいいんですけど、うん、なんかあるある、さっきの満員電車もそうですし、はい、しスーパーのレジも確かにわかる。なんかこうあるあるだとすっごくいいなと思うんですけど、なんかどんな本当にモヤモヤでもいいんですが、あ、これあるあるだなって今こうすぐ共感できるととってもよくて、はい、例えば注文間違える料理店だと、間違えちゃってもまあいいかってあるあるだと思うんですよね。それは認知症ではなくたって別にあってもなくても間違えることって僕もありますし、その時にまあいいかって言ってもらえたら楽だよねみたいなことってあるあるじゃないですか。どんなことでも些細なことでもいいんですけど、ああ、そうそうそう、こうね、なんかスマホ忘れた時の何もできない感とかあるあるですよね。はい、そうですね。うん、見ていきたいと思います。はい、はい、そう、先ほどね西原さんがスマホを忘れた時の何もできないか、うん、ああ、わかる、私もわかるんですよね。なんか これどうしようみたいなね本当に大事なものを忘れてしまったと。そうですよね、思いますね。逆にこんなに縛られてたんだ自分みたいなね、スマホに、はい、感じますよね。とかとか。はい、うん、そうですね。電車ね、電車ネタ結構多いですね。そうですね。あと原さん、まあ、正月お盆ゴールデンウィークなどみんな一斉に休みを取って大混雑、ね、休みなのに疲れると。ちょうど今なんで一斉にね、はい、取るんだっていうね、面白いですね。そうですね。ああ、お客さんいるのもあるだよねっつって、なるほどね。そう、あるあるって言ってもらうとなんかねホッとしますよね。そうですね、誰かが共感してくれるとね、はい、このあるあるは本当に大事なんですよね。うん、あ、原田さん、うん、まあ、腸がつく満員電車でもスマホの操作をやめない人々本当だよな。なんかただの満員電車じゃなくてスマホの操作をしてるっていうのもさらに、まあ、このね、手元の分だけねちょっとこうスペース取られちゃうからイラッとしますよね。そうですね。あとなんか操作しながら出てしまう、うん、あの入りたい時に詰まっちゃって見てないからね。なるほど、ちょっと危険だしと思う時もありますね。
あとみどりさんが、うん、超人気のチケットを取るときサイトに繋がらないと繋がれよってね、分かるな、なんかこういうの。そうですね、狙ってるときに限ってね。はい、はい、たくさん質問いただきました、はい、ありがとうございま す。そして続いて、うん、先生から、はい、うん、はい、うん、で今のネガティブなネタをどんどん出していただいたじゃないですか、うん、でその次に、発想法なんですけどね、コンセプトメイキングってことが兄弟なので、はい、まずネガティブなネタを出しますと、モヤモヤしてるネタを出します。その後ですね、ちょっと自分の頭の中でこのネガティブなことについて、あ、許せるかもとか、あ、いいかもって思った瞬間ってあったりしませんかっていう、本当に嫌なことだったりするんだけれども、なんか嫌なことだったんだけど、よくよく思い返すと、あれ、意外とこれっていいかもとか、許せるかもみたいな瞬間ってありませんでしたかっていうようなことなんですね。はい、先生からです。そのネガティブなことについても、あ、許せるかも、あ、いいかもと思った瞬間はありますかとのことなので、皆さんこちらもコメント欄からお待ちしております。例えばね、うん、注文待ちの料理店で言うと、はい、さっき言ったその間違えることとか、うん、忘れちゃうこと、認知症の状態であることっていうのはネガティブなことだし、はい、コストなわけですけど、コストと思われてるわけですけど、ね、別にハンバーグでも餃子でも美味しければいいじゃんみたいな、そうですね、その風景はいいわけですよ、すごく。でその瞬間に僕は、あ、いいかもって思ったわけですよね、うん、間違えちゃうことって別に何の問題でもないじゃんみたいな、その風景、その瞬間がやっぱりコンセプトメイキングで言うと本当に大事な瞬間だと思うんですけど、何かあるかな、はい、はい、ぜひ投稿お待ちしております、うん、そうですね、その料理店で考えると、うん、もし私だったらその、うん、メニューどっちにしようかなって迷って、うん、迷いながらも、うん、A のメニューにしようって思ってたら、うん、B が来た時は、うん、あ、B のが美味しそうかもって、そうですよね、思ったりするかなって思いました、ね、うん、意外とそんな大したことないですよね、間違えって、うん、そうですね、うん、うん、さあ、みどりさんがコメントをいただきました。さっきのレジね、はい、レジの長蛇の列も年末でみんな大量の買い物をしている時だと納得します、うん、あ、優しいですよね、うん、そうですね、まあ、視点を変えればね、お店からしたらもうありがたい話で、はい、ですよね、あ、遅延の話題ね、なるほどね、あ、確か原さんが、遅延の話題で同僚とあるあると盛り上げられると、うん、そうですね、だから話題の一個になったってことですもんね、その遅延っていうことだけ捉えればものすごくイラッとすることかもしれないけど、同僚との話題が弾んだっていう側面を見ると、あ、いいよねっていうふうになるかもしれない、はい、だからネタを出してくれたってことですもんね。そうですね、うん、続いて井ノ口さん、はい、時計を忘れた時、時間に縛られないのもいいなって思いました。素敵素敵、はい、そうですね、さっきのスマホも一緒ですよね、うん、一緒ですね、スマホ忘れたいなって思う時ありますもんね、うん、なんかもうどんだけ見てんだ自分はみたいな、確かにね、時間に縛られないって今の時代なかなか得難い体験かもしれない、うん、そうですね、うん、逆に体験してみるのもなんか違った、そう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 、一日を過ごせるっていうことかもしれないですよね、うん、続いて森下さん、うん、人にぶつかられた時、うん、あ、この人には今危篤状態の家族がいて病院に向かって急いで死んでるんだと思うことで、うん、怒りを鎮めることができます。こういうの例えば本当は脳内の物語ですよね、勝手に、うんうんうん、これがだからものすごいドラマチックな物語をどん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 こっから紡いでいくと、はい、なんかこう一つ自分の頭の中にこうストーリーがあって、そのストーリーを読んで、うんうんうん、脳内書籍みたいな感じで楽しめたりすると面白いかもしれないね。確かに、そうですね、自分のストーリーを勝手に作っちゃうってことですね。そう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 、人のね妄想ストーリーを勝手に作っちゃうことで、はい、怒りなんてあっという間に忘れちゃうとかって確かにあるな。そうですね、例えばね、なんかその、はい、さっきの満員電車の話、うん、もうすごく面白くて、はい、あるあるだと思うんですけど、なんか僕の体験でもやっぱ満員電車ってすごく嫌で、嫌なんですけど、僕本当になんかその満員電車が好きになった瞬間ってあって、それはなんかあのガタン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 っていうあのリズムってすごくいいリズムで、そこに僕が勝手に歌を乗せての頭の中で、今の小説の話に近いんだけど、そうするとなんか自分の中でずっと iTunes でこうなんかこう
音楽をダウンロードしてるみたいな感じで、すっごい気持ちのいい音楽がずっと自分のこう満員電車で揺られながら流れてるってなると満員電車が楽しくてしょうがないですよ。なんかもうどんどん次の曲流そうみたいなことになっていくと、なんか満員電車が全然嫌じゃなくなるっていうことがあったりとか、この間なんか僕の友人のフォトグラファーが教えてくれて面白かったのが、ルワンダの方の友達で、その方が東京に来たんですって。で電車乗ってて、でその僕の友達のフォトグラファーは、あなたはこの日本の満員電車どう思うって聞いたら、あのすごいよね日本ってとかっつって、で何がって言ったら、もうルワンダで満員電車あんなぎゅうぎゅう詰めだったらもうフェスが起きてるよみたいな、お祭りが起きてるよとかって言ったんだって。はい、ルワンダの人からしたらあんだけこうぎゅうぎゅうに集まってるのってこうクラブみたいなイメージで、もうそもそも満員電車そんなないから、クラブっていう方に発想が行くんです、すごくみんなで楽しく僕らだって歌って踊るねみたいなこと言ったらしくて、それってすごい発想の転換、そうですね、満員だからこそみんなで盛り上がれるみたいなことで言うと、なんかそこから満員電車ってネガティブなもんだったけど、例えばそのルワンダの人だったら満員電車フェスみたいなことにひっくり返しちゃえばすっごい楽しい、なんか電車に変わっちゃうじゃんみたいなこととか、まあ、だからそういったことが一つさっきのコンセプトメイキングっていうことで言うと、ネガティブな種をいっぱい自分で出してみて、その時でもそのネガティブな種の中になんか一瞬自分が心許してしまった瞬間とか、あれなんか俺ちょっと今楽しんでないみたいな一瞬があったら、それを捉えるっていうのはすごく本当に大事だと思ってて、でそこを深掘りしていくっていうことがなんかとってもとっても大事な気がするんですよね。そこになんかヒントがあるってことなんですね。ヒントがある、自分がなんかそのそんな嫌だったことが許せるって、もうそこでなんか転換しちゃってるんで、この転換させた何かが分かれば、さっきのルワンダの話じゃないですけど、なんか急にこうハッピーな空間に見えてくるっていうか、そういったことだったりするのかな、ね、みたいな気がしますね。はい、はい、皆さんのコメントまた見ていきたいと思います。はい、原さんがインバウンド観光客向けに満員電車ツアーを提案するとか、あそれいいよね、駅員さんに詰め込まれている絵はインスタ映え間違いないでしょう。確かに、はい、あこれいい、さっきのクラブと、ね、似たような意見になりますけどね、面白いですね。はい、観光資源になっちゃうってことですもんね、満員電車が。はい、続いて木村さん、終電乗り遅れたけれど一晩友人と語り合った、そういう経験がね得られたっていうのもすごくいいですよね。はい、そうですね。次まで雄一さんが、満員電車に乗った時に向かいで新聞を読んでいたおじさんの新聞がしっかり読めたちょっと得したと思いました。そうだよね、ただで読めたわけですもんね。そうですね、これはすごいですね、ただ読みっていう、はい、価値があったと。面白いな。なんかそのネガティブな要素でもなんかきっかけでポジティブになるっていうことがあるんですね。そうですね、なんかそっちに目を向けた方が楽しいんじゃねえかなっていうのはよく思うんですよね。なんか北風と太陽って話あるじゃないですか、はいはいはい、イソップの、うん、なんかこう悪い側面とか、僕メディアにいるからよく思うんですけど、認知症でも何でもいいんですけど、これ大変だぞ大変だぞって伝えることももちろん大事なんですけど、そういう北風みたいな伝え方だけじゃなくって、太陽みたいに、まあ、満員電車だけど新聞読めたからいっかとか、はい、なんかインスタ映えしてるよねみたいな、そういうことを思った方がちょっとほっこりするじゃないですか、はい、その方が人の心ってちょっとこう楽になるっていうか、だから北風タイプのこともやるのも大事だけれども、太陽タイプのなんかちょっとみんながふふって笑っちゃうようなことをに目を向けてみるっていうのもすっごく大切なことなのかななんて思ったりしますよね。そうですね、なんかその方が自分が幸せになれる、ね、し周りもハッピーになれるし、はい、たくさんのコメントありがとうございます。はい、それでは先生にまとめをお願いします。はい、はい、コンセプトメイキングって、まあ、とっても難しい話ではあるんですけれども、今言ったように不満とか不安、はい、モヤモヤっていうのは逆にすっごいイノベーションの種なので、はい、なんかそこをイラッとして終わるんじゃなくて、これって何かのなんか変革の種かもとか思った方が結構いいよっていうことだったりとか、それがまあ多くの人がね、この指とまれのこれになるかどうかっていう、あるあるかどうかっていうシェアできるイシューかっていうのもすごく
ポイントだと思うんですよね。あんまり狭いモヤモヤだとみんなが共感できないんで、何かことを起こそうと思っても仲間が集まんないっていうこともあるんで、うん、なるべく多くの人があるあるって今満員電車の話だけでみんなバーって書けるわけで、はい、そうですね。それはだから下井田さんもそうですし、他の方もあるあるの種なんですね、うんうん、だからそれがすごく大事で、あとは心が動いた原風景があるかどうか。僕で言えば注文を間違える料理店の時はハンバーグが餃子に変わったっていうのが原風景ですけど、はい、あのルワンダの人の話でも何でもいいんですよ。なんかそういうこうちょっと心が動いた原風景があるのかどうかっていうのはすっごく大事でして、それがないとやっぱりアイデアだけポンって出してもちょっとこう上滑っていくっていうか、僕があの風景見ないで注文待ちや料理店っていう名前だけ思いついててもどっかでですねブレてくるんですけど、あの風景を見てる僕っていうのはそのことに対してものすごく心が動かされているので、ブレないんですね、あんまり何を言われても。そういったこう原風景があるかどうかっていうのがすごく大事ですし、なんでその原風景に僕はこんなに心を動かされたんだろうっていう自分とのこう対話、そこを深掘っていくと意外ななんかそのひっくり返しのヒントがあるかもしれない、はい、であと最後に一番これが大事なんですけど、まあ、そのアイデアに自分が本当に心からワクワクしているかどうかっていうことですね。でそれがやっぱりコンセプトメイキングっていう、こう難しいことをやろうとした時にやっぱワクワクから始まっていかないとなんかこう続かないんですよね。大体なんか周りから不謹慎だよとか変だよとかって言われたりもするんで、新しいことっていうのはそれをやっぱ乗り切れるのは自分が本当にその風景見たいとかこれやってみたいってワクワクしているかどうかっていうのが本当に大事なので、まあ、そういったことをがこの今日のテーマであるコンセプトメイキングっていうのに大事なのかなって思ったりします。はい、はい、ありがとうございます。最後に授業のまとめとして、今回の授業で学んだこと、新しく知ったこと、学んだボタンを使って投稿してみてください。たくさんのコメントお待ちしております。お待ちしている間に今回の授業のまとめを先生にお願いいたします。なんかはい、このテーマは僕本当難しいなと思ったんですけど、やっぱこうやって皆さんとインタラクションしていくとなんか誰でも本当にできることだと思うし、はい、今出てきたアイデアでも結構確かにスーパーの長蛇の列とかどうするんだろうとか、時計を忘れた、スマホを忘れたってもっと楽しくなんねえかなとか、そういったことはすごく思いましたね。このあるあるの種っていうのもなんかいいですよね。なんかワンピースのなんかそうですね、うん、種っぽいけど、なんかすごく誰でも本当に日常の中にそういったヒントって転がってるって僕も改めて今思わされたし、僕が全然知らない原風景ってみんなにあると思うんで、ぜひなんか面白くワクワクして皆さんでこう世の中を楽しく変えていったらいいよなって本当に思いますね。はい、はい、ありがとうございます、はい、不安や不満をアイデアに変える、まあ、そしてワクワクが原動力と、たくさん学んだコメントいただきました、はい、ありがとうございます。では以上で授業は終了といたします。お越しいただきました先生は注文を間違える料理店発起人の小国史郎先生でした。先生ありがとうございました。ありがとうございました。受講生の皆さんも最後まで受講お疲れ様でした。この後も引き続きスクールで一緒に学んでいきましょう。それでは皆さん、さようなら。スクールはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料。録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす。スクー。